あこんかこコン木を切るべオーラはき氷森の恋人はあよっちゃれよっちゃれよなに昨日直したばかりの橋が真っ二つまた一からやり直しだ誰だべやこんなひどいことするやつはじゃじゃーんそれはこの俺いたずらデビルふっせっかく壊した橋を直されてたまるかこれでも食らえいたずら変身ビームそれギョエケケケケケいたずら大成功キコリを犬にしてやったぞおいらやっぱり天才かもねさてと次はどんないたずらをしようかなうっててててうっふふふっとおうそういやこの宝箱は空っぽだったなしめしめそれじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて今の光景は一体何だお前この光る根っこに何かしたのかマジかこのワンコロが木こりのおっさんだってのかやれやれ牢を出てからおかしなことばかり起き上がる勇者様との旅は退屈そうにねえぜまあどのみち橋が直らなきゃ俺たちはこの森から出られないかさっきの光景が本当ならこのワンコロが橋を直せる木こりなのかもしれねえ魔物の入った宝箱を探して確かめてみないかまずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜThank you.
俺たちの勝ちだ。それで終わりか？もっとびっくりさせてくれよ。なんだと？生意気なやつらめ。なら今度はオイラの強さでビビらせてやる。いくぞ。あっかー、いたずらしてやる。いくぜ。なんてこった。オイラの方がぶったまげた。おーい、おーい、旅人さん方。まさかあんた、あのワンコロか。ふぅ、わっ、あ、じゃない、おう、オラはキコリの満腹。あんたらのおかげで人間さは戻れただ。いや、ありがとうなんて言葉だけじゃオラの気が済まねえだよ。何かオラに手伝えることはねえか。手伝えることかなあ、あるぜ。あの魔物が壊しちまった橋を早いとこ修理してもらいたいんだ。俺ならお安い御用だべ。
橋の修理さ終わるまでオラの小屋で休んでいくといいべや。ありがとな、キコリのおっさん。そんじゃお言葉に甘えるとするか。やあやあ、お待たせしてすまんかっただ。壊れた橋はオラがバッチリ直したぞ。前の何倍も丈夫にしてやったべ。おお、仕事が早いじゃねえか。おかげで助かったぜ。それにしてもそこの兄ちゃんが木の根に近づいたらオラが犬になるのが見えたってあの話だがよ。ありゃよく考えたら命の退治の導きに間違いねえべ。命の退治の導き？んが、退治の導きはオラが子供の頃から今は亡きじい様からよく聞かされてた。だ、世界の真ん中に浮いている大きな木、あれは命の大樹さいうもんだ。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を宿し、世界の調和を保つと言われる神木だな。そしてこの森にある輝く木の根、あれは世界中に張り巡らされた大樹の根っこが顔を出したもんなんだ。そしてあの根は選ばれし者だけに大樹の意思を伝える。オラのじい様はその不思議な奇跡を大樹の導き、そう呼んでいた。だぬっ、オラがいくら根っこに話しかけても何も起きなかった。じいさまのほら話だと今の今まで忘れていたぐらいだべ。兄ちゃん、あんた命の大樹に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし羨ましい限りだべ。勇者様は命の大樹に愛されし者ってわけか。まあいいや、さっさと行こうぜ。
終わったな。やるぞ。ほら。うん。おととい来やがれ。
やるぞ。やるぞ。おととい、よっしゃ。おかえりなさい。お前の大好きなシチューがもうすぐ出来上がるよ。お腹が空いたでしょ。さ、早くテーブルに。
んた誰なんだい。何言ってるんだい。うちの子はまだ6歳だよ。お前さん、私をバカにしてるのかい。さ、とっとと出て行っておくれ。でないと人を呼ぶよ。おじいちゃん、はしご知らない？はしご。エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。わかったわかった、待っておれ、今行くでな。おや、はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。それでね、あのお兄ちゃん、あなたに会いに来たんだって。知ってる人？うん、知らないよ。うん、あの青年はわしに用があるようじゃ。二人は向こうで遊んでなさい。お前さんもあの子じゃな。そうじゃろうな。赤ん坊の頃から面倒を見てきたんじゃ。わしにはわかるわい。そんな辛そうな顔をして一体何があったというんじゃ。わしに話してみなさい。なるほど。どうやらお前さんはわしがいなくなった後の未来からやってきたようだな。頼りにしていたデルカダール王に裏切られたというか、辛い思いをさせてしまったの。
デルカダローが頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良さそうじゃ。だがこうして話してる時間はあまりなさそうじゃな。よいか、よく聞くんじゃぞ。村を出て東に向かったところに石の大滝があるじゃろ。戻ったらそこにある三角岩の前を掘ってみなさい。東にある石の大滝、そこの三角岩じゃぞ。しかし大きくなったの。これほど立派になったお前を見ることができ、わしは過保護者じゃ。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。兄ちゃん、さっきはお礼を言いそびれちゃったけど、エマのスカーフ取ってくれてありがとう。またこの村に遊びに来てね。晩ご飯までもう少し遊ぼうよ。エマは何して遊びたい？それじゃあ、おじいちゃんのとこに行ってみましょう。うん、三人で一緒に遊ぼう。何ぼーっとしてんだ、大丈夫か？まったくひでえことをしやがれ。勇者を育てた村というだけでこの仕打ちか。お前を捕まえた後、デルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。そういや、お前がぼーっとしてる時、お前のあざと木に巻きついた根が光ってたが、また前みたいになんか見えたのか？へえ、不思議なもんだ。過去に遡って村の人やお前のじいさんに会ってきたとはな。お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。それじゃあ、じいさんの言葉を信じて石の大滝とやらに行ってみるか。石の大滝は村を出て東に向かったところなんだな。辛いのはわかるが、ここにいても何も始まらない。行くぞ。